午前11時です。住吉会の本部に警視庁の捜査員が入ってきました。警視庁は組織的に特殊詐欺に関与した疑いがあるとして、今日東京赤坂にある指定暴力団住吉会の本部事務所に家宅捜索に入りました。住吉会をめぐっては、警察官を名乗り高齢者からキャッシュカードを騙し取った詐欺などの疑いで、今日までに住吉会系の幹部佐藤雄二容疑者ら7人が警視庁に逮捕されています。被害総額は6000万円以上とみられ、特殊詐欺で集めた金が資金源になっていたとみて詳しく捜査する方針です。